こんにちは、A です。今日も来てくれてありがとうございます。今回は久しぶりにボックス紹介の方をしていきます。2回目ですね。前回はランク34だっけかな、確かその辺だと思います。ぜひね、まだ見てない方いましたらこちらの方に載っけておきますので、ぜひ見てみてください。パソコンの方ね、こちらを押してくれれば飛べますので、スマホの方はね、下の概要欄にでも貼っておきます。相当変わりましたよ、前のボックスとは。すごいやられてる方からしたら多分大したことないと思います。本当に本当すごい方、めちゃくちゃすごいですよね。見てびっくりですよ本当に。フレンドさんとかすげえなーと思いながらやらせてもらってます。それでは、早速ですね、ランク61の僕のボックスの方を紹介していきます。こちらです。はい、こちらですね。上から順に、ハヤ属性の方から実際に見ていきましょう。ちなみにですね、レアから上ですね、 R から上のキャラクターを紹介していきます。バーダ、これもう前回も見てる方はもう被ってると思いますので、ラディッツ、セリパ、 SR ベジータ、ヤコン、タオパイパイ、自由な目標、人造人間、17ガオ、溢れる才能、孫悟天、誇り知れないソフト、ボード。はい、技属性いきます。溢れる闘争心、孫悟空、背負い襲名、ピッコロ、いつもにの必殺技、ヤムチョ。こちら前回と引き続きですね、思い出ヤムチャさんでございます。お久しぶり。元気か、みんなで、ヤオズ、宇宙からの記者、ラディッツ。はい、地属性いきます。騎士の忠誠、ネイル、立ち向かう勇気、孫悟飯、機体の超能力、チャオズ、こちら思い出、未来型の信者、トランクス、あっこだ、よーし、キン、レイ先生、キネラ先生、セーブ。何言ってるか分からなくなってきた。全身有名の達人、タオ、パイ、パイ、チャンピオンの箱でミスター、サタン、戦闘への意欲、キュイ、時間のコントロール、グルド。力属性いきます。熟練の戦士、ピッコロ、鬼に秘めた情熱、ビデル、亀仙流の攻撃、亀仙人、巨者への敬意、天津飯、自家中の頭心、父、最強の帝王、フリーザ。なんか上読んでくるのめんどくさくなってきた。何これ、なんて読むのこれ。ヤコン、ダリ、ヤマヘ。あ、違いますねこれ、ハゲでした。ナッパ、シサミ、デデリア、クリリン。体属性いきます。人造人間19問だよ。ザーボンです。リコール、ヤジロビー、トランクス、カッコゼノ、クリリン、カッコ警察、ベジータ。あ、違う、天津飯、人造人間17号、人造人間16号、ダリ、ヤマヘ、ナッパ、ガナト、人造人間19号、ドドリアさん。はい、これで以上になります。なんとも言えない、なんか微妙なんだよな、微妙、結構微妙、パッとしないよね。あのゴールデンフリーザとかさ持ってるわけじゃないし、特にレベルマックスとかでもないしさ、そろそろね欲しいね。 UR だっけ、 UR、まあ、トランクスが多分 UR になるのかな、まあ、トランクスが Z 覚醒するときはぜひ動画でお届けできたらなと思います。まあ、そんな感じですね、こんな感じです。はい、ということで最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。グッドボタン、コメント、ぜひあなたの一番いいねキャラクターを教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。